皆さん、こんにちは、こんばんは、クロンです。今回は、ダイソーモールドの、雫型のパーツに、ワイヤーラッピングをしてみました。かなり、苦戦しております。それでは、本編、ご覧ください。それでは、材料のご紹介です。ダイソーモールド、初めて、雫型を使いました。なかなか優秀ですよねー。クラフトワイヤーは 0.6mm を使います。では張り切って作っていきます。レジンを薄く引いて硬化させた後に、さらにレジンを薄く引いてクラッシュシェルを置いていきます。個人的に緑ってなかなか選ぶことがないので、今回思い切ってチョイスしてみました。さあ、綺麗にできるかな。硬化できたら、次に緑系で着色したレジンを置いていきます。後で思ったのですが、もっと濃い色にすればよかったなーって。こんな感じかな。では、硬化します。はい、できました。さあ、モールドから外してみましょう。まあまあかな。次にレジンのはみ出た部分をカットしていきます。そしてピンバイスで横穴を開けていきます。まっすぐ横に穴を開けるって結構難しいです。なんか、コツとか、あるんですかね。さあ、それでは、ワイヤーで、ラッピングしていきます。準備したワイヤーの長さは30センチです。まず、横穴に、ワイヤーを通します。穴を通した方のワイヤーは、5センチぐらいになるようにしてます。雫型の上に両方のワイヤーを持っていき、2、3回、2本のワイヤーをひねった後、長い方のワイヤーをピアス金具接続部分として折り曲げて、短い方のワイヤーで根元に巻きつけていきました。ピアス金具接続部分が完成したら、ワイヤーを雫型の一番下まで持っていって、円を作ります。円はワイヤーを二巻きさせて作ります。一巻きだと形が崩れやすいんですよねできたら、ちょっと形を整えていき、整えられたら、次の円を作っていきます。こんな感じで、全部で4つの円を作りました。円が4つできたら、ピアス金具部分の根元に巻きつけていき、余分なワイヤーをカットして、完成です。こんな感じになりました。最後にピアス金具をつけていきます。
できましたー。疲れた。ワイヤーはやっぱ難しいですねー。でも難しい分完成するとすごく嬉しいです。はい、まだまだ全然下っ端ですが、もっと練習してかっこよく負けるようになりたいです。ということで今回はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。ではではー。